ホライエッジ？ちょっと待って、人違いだよ。喋れねえのかと思ってたぜ、トライエッジ。お前さえ倒せば全てが元通りになる。俺はそのために戦ってきたんだ。だから待って、いきなりやってきて。君こそ何者なんだ。俺はハセオ。お前を殺す死の恐怖忘れるな。落ち着いてよハセオ。僕はカイト。トライエッジなんて聞いたこともないよ。チェスの駒野郎。マシロン、ここどこだよ。何言ってんだゼファー。ここはスクエアガーデンの。どこ、見覚えがあるような気がする。
目の前が、え、ここは見覚えがあるような。リンベル押せよ。ってバシロ、あいつリンベルじゃん。おお、チンベルちゃん待っていたよ。さあ早くこっちへ来たまえ。なんです？女は化粧で化けるというが、王城なる大地とはまさにこのこと。わざとやってんだろバシロ。リンベルに聞かれたらまた飯抜きだぜ。バカだなお前。いい女が急に現れたら勢いでだろ。まったく変わらないですねバシロンさん。ゼファーも、姉ちゃんなんで俺たちのこと知ってるんだ。さすが俺様、覚えはないが覚えられてはいる。私ですよ、アリサ・イリーニチナ・アミエーラ。3年前に一緒に戦ったゴッドイーターです。ゼファー君と討論を重ねた結果、彼女を新しいリーンベルとして迎え入れることにしたのだよ。しょうがないよな、こればっかりは。はあ？何よそれ、誰のこと？
私の最終兵器、ヘラーコンニュー。それだ、これほらほら、逃げらんねえぜ。一気に行く、しびれちまえ、グレネード。なんだよ、地味な攻撃ばっかじゃん。渋い、だからお子ちゃまなんだよ、ゼファ。やってやるぜ。ここだ、壊す。アイテムを。よし、お兄さんは許しませんぞ。逃げらんねえぜ。仕掛けるぜ、電撃弾、グレネード、切るぜ、そこだ、レギュラー、負けたぜ。ここは私が頑張らなきゃ。グレネード、いける、やっ、悪いな、また100歩先をリードだ。何事もどうにかなるってことさ。続けるだけだ。お前たちがどんな道を選ぼうと俺が受け入れてやるさ。任せて、壊す。いい距離です、援護しますね。やった、いただきます。霊式で決着をつけます。エネルギー凝縮、ラン。ここで畳みかけるんだ。遅れんなよ、炎の爪、走れ、クライアー。この思い、天まで届かせる、データドレイン。
たちだな。使います。いくらでも倒してみせます。おい、喧嘩売ってんのか。ほらほらほら、吹っ飛べ。このまま行きましょう。オラクルの刃、いただきます。KO！ 連続回転、チャンス。ここで立ち止まってはいられない。エネルギー凝縮、ザン。経験値稼ぎも楽じゃねえぜ。ユーグレビューが味方をしてくれたのかな。行くわね。邪魔だ。部屋でダラダラしてるよりかはいいか。いいや、部屋でダラダラする方がいい。俺を殺す気か。おいおい、本当に当てんなよ。出てよ。遅すぎ。どこ見てやがる。こっちだ。確実に殺すなら他に向けて2発だ。でたらめな打ち方しやがって。でも当たってるだろ。だったら正しいんだよ。くれれば。そう来なくちゃな。面白くねえぜ。このまま切り続ける。ここは一気に片付けます。はっ、解除します。切り刻む対空射撃。私の血の力をこの一点に。インパルスエッジレシキザーン。さすがドットハッカーズのカイト、やるじゃん。死の恐怖も頑張ってたじゃない。だからこそ私は来たのです。つまり
界とは無関係なものが入り込んだとでも。その通りです。魔人カムーズ、かつて至宝である黄金の種を奪い、マーベルランドにて私が打ち果たした相手です。打ち果たした、それを追ってというのはおかしくないかしら。悪は滅びずということなのでしょうか。再び復活を果たす。そしてそれだけではありません。さまざまな世界でおかしなことが起きています。俺たちの世界、テルカ・リュミレースってとこからだよ。テルカ・リュミレース、あなたたちは何者？目的は私たちかしら。おっと、賊なんかじゃねえぜ。女に切りつける剣は持ってねえから安心しな。ユーリ、ご無礼をお許しください。私は帝国騎士団の騎士フレンシーフォです。彼はユーリ・ローベル。我々の世界を脅かす者たちを追ってここまで来ました。ユーリさんにフレンさん、ボグマンを思い出すわ。この剣士たちはヴァルキューレの知り合い。敵の体制は崩れています。今です。この戦
私が預かります。ビノ、アチャ、ザッパ、おい、マリア、押しつぶします。ごめんなさい。ああ、後半戦争戦残交渉よ、セーバー戦よ。こうして勝ちを積み上げていければ、おととい来やがれってな。4本もあんのかよ。おまけにあの面、相手すんのはちっとばかし骨が折れそうだな。マジカムーズ、てめえはワルキューレなんてこった。よりによって、あいつらがしつこすぎるからだ。誰のことを言っているんだ、ワルキューレさん。こいつは一体。カムーズ、かつてマーベルランドを荒らし回った魔人、一度、いえ二度にわたり倒したのですが、またマーベルランドに現れたのです。てもらおう。その炎の台座返してもらうぞ。もう逃げられんぞ化け物め。よりによってこの神竜の大地に逃げ込むとは。追いついてきやがったか。私はそう簡単にやられたりしないわ。あんた寝てただけだろうがよ。この方々は騎士？いえ、この雰囲気。正解よ、ワルキューレ。彼こそはイーリス星王国の王子クロム。そしてもう一人がルキナ、クロムの実の娘さんね。娘？あまりにも年齢が近いのでは。やめとけってフレン。いわゆる大っぴらにできない事情ってやつがあるんだろ。いや、チキ、説明を省きすぎだ。誤解を生むだろ。お父様はそのような裏表のある人ではありません。不器用でも、ルキナ、気持ちは嬉しいが余計に混乱する。簡単に言うと、時間を超えて未来からやってきた子孫ということよ。未来から？にわかに信じがたいですが。しかし現に我々も異世界からやってきたわけですし、それなら確かに辻褄も合う。わかりました、信じるしかなさそうです。最初からそう説明してくれ、チキ。この剣士の方々は味方なのですか？初めてお会いしますけど。一人はヴァルキューレ、古い知り合いよ。あと二人も異界からのお客様ね。現れている魔物たちは、
つなぐ刃、向こうの闇を鋭く切り裂き、あだなす者の道に砕く、まとめていくよ。交流滅裂ユーリ、今の戦い言いたいことがある。ああ、お説教は聞かないぜ。次だわ次。使命を果たします。やられた分はきっちり返す。飛べフレン。分かった、これが武神蒼天破。 KO。 さらに腕を上げたなフレン。腕を上げたのは君も同じだろ。さてと、この手で運命を変えてみせる。そうですね、手加減はできません。僕を見ている。共に運命を切り開いていこう、ルキナ。はい、私はそのためにここにいるのですから。せとけって見つけた。じゃあよろしく頼むぜ、若草色の戦乙女さん。黒衣の断罪者さん、半袖王子さん、頑張りましょう。もっといい称号があると思うんですが。神聖なる眷属、多くの仲間たちと共に武神。はい、行きます。ワギャコプター。ユーリ、今の戦い言いたいことがある。ああ、お説教は聞かないぜ。次だわ次。腕が鳴るぜ。共に行こう。行きましょう。乙女の騎士の名のもとに、分身ソルバルーン。二人とも、ラストダンス。乙女の騎士のビッグの術。ルミナを返す。蹴りつけるぜ。決める。分かってんな、フレン。任せてくれ。これが分身蒼天破。
Thank you.